ですね、今日は2日目のこの、全日本プロレスの大会にやってきたということでございますけれども、ということで、それでは早速、選手の皆様を呼び込みたいと思います、それでは行きましょう。映画『翔んで埼玉』公開記念スペシャルタッグマッチ6人タッグマッチそれでは行きましょう。三冠ヘビー級セクシャーセクシャーレム200日本の宮原健
後押しとともにこの映画を盛り上げていきましょう。最後に春日部の皆さんに来たい、埼玉最高ですか。聞こえねえな。ありがとう、プロテボーイ。ボーイ、Thank you。ボーイ。埼玉最高でした。埼玉を超えなく愛す男としては、はい、こうやって今日花輪さんとお会いできて、リング上でね、最高のマイクのコラボレーションができて、いや嬉しかったです。最後にパワーもらいました。ありがとうございました。もう本当にタイトルマッチ前を前に、ありがとうございます。いやーもう埼玉のスーパースター、いやいやいや、これでまた盛り上がります。埼玉盛り上がります。ありがとうございます。埼玉ポーズをやっていただいて、埼玉ポーズです。やっとプロレス界にまで浸透してます。埼玉ポーズ、埼玉ポーズ、調子出だし、同じね、アジアタックのトーナメントにエントリーしてる大森さんからジェイク・リーが一本取ったな、ブロック反対だけど、もう開幕戦から成果を上げてるんだな。1回戦の相手、植木、高橋、うん、俺らが会見出れない間、うん、えらい好き勝手言ってくれたような感じでね、しっかり会見動画見たよ、うんうん、なんか柔道やってるとか言ってるけど、うん、お前らと一緒にすんな俺を、なあなあ、はあ、柔道やって向こうも投げ技あるか知らないけど、なあ違うんだよ俺と切れ味が、分かるか、なあ一緒にすんな。で怖くなかったらデスマッチやれって、デスマッチすごいよ、確かにすごい、俺らじゃ到底できない、うん、大日本の確立したブランド素晴らしいよ、うん、ただアジアタックの決定トーナメントのルール分かるか、うん、PWF ルールにのっとって戦うんだぞ、うん、反則負けでいいならデスマッチやってくれ、うん、構わないよ、うん、ゴング鳴って蛍光灯でも何でも、うん、使った瞬間反則負けだから、俺らに傷残したいんだったらそうやってやってもらって問題ない、うん、ないか、リーダー、ベルトを血で綺麗に磨くと言っていたが、血は鉄分が含まれていて劣化しやすいんですよ、これが、ああ、うん、僕らのチームとしてはそれはちょっと遠慮していただきたい、ああ、ああ
血で洗う、血の無駄だ、そんなの。そんなのに自分の血を使う必要はない。うん、うん、見てるみんなも、見てるみんなも、どのチームが持ったら一番ベルトが綺麗に輝くかをよく考えてくれ。以上です。よし、はっきり言ってその兄弟対決っていう風に言ってますけど、まあ、ちょっと僕の中では、うん、弟っていうか、まあ、デビューした僕がデビューした時よりすごくいい動きでハツラシとして頑張ってるなと思うんで、なんかだん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 弟として見づらくなってきたなっていうのが、お兄ちゃんとしての立場がちょっと危ういなと思ってるんで、まあちょっとまだまだだぞって試合で教えられたらなと思いますね。でも僕もまだまだですから、まあちょっとあんまり偉そうなことを言いたくないですけど、まあ先輩として、まあ全日本プロレス先輩方はすごく本当に技術もあってめちゃくちゃ強い、うん、本当に世界最高峰の素晴らしい選手が揃っている団体だと思ってます。だからね、後輩としてね教えるとしたら、敦貴だけじゃないですよ、大森北斗もいるし田村団もいる。先輩たちの試合見て、先輩たちと触れ合って、先輩たちと肌合わせて、どん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 その吸収して上に行っていってほしい。それがまあ偉そうなことを言わせてもらうと先輩としてのアドバイスで、兄としては怪我のないように、家族に心配をかけないようにこれからも頑張っていてくださいとね。それだけです、僕から言えることは。はい、以上です。